オリックスの左のエース格として頭角を現した山崎福也。今回はそんな山崎選手の面白感動エピソードを50個ご紹介します。ロジンを大量につける手のひらと手の甲はもちろん、アンダーシャツの袖口あたりまで真っ白、ダンスオイロジンとネット上で話題となった。周囲を気遣う人柄で宮城選手は後輩たちから慕われる。その内面は実は闘志にあふれている。今季も試合中に対戦相手からロジンをつけすぎと頻繁に指摘されても、自身の投球スタイルを貫く。ルールにつけすぎはダメとないですから、つけますよね。言われたら控えて、一人打ち取ったらまたという感じでと言い切る姿は頼もしい。実況、山崎福幸氏はかつて野手や投手として活躍し、聖望学園高校の3年の時に野手として選抜準優勝、国学院大学野球部を経てセガサミー公式野球部でプレー。2015年に引退してからはセガサミーで社業に専念している。日大三高への進学を控えていた中学3年の冬に、実母の勧めで寮に入る前にこの際だから全部検査しておこうと言われ、普通なら健康診断だけなのに脳の検査も受けることになった。嫌だって言ったんだけど、そこで検査したら小児脳腫瘍が見つかった。呼吸や歩行に支障が生じるリスクをはらみながらも、進学直前の2008年3月21日に北海道大学病院で全ての腫瘍を摘出する手術を受けた。手術前日には札幌ドームで当時日本ハムだったダルビッシュ選手の完封劇を脳裏に焼き付け、必ず克服してプロに入ることを誓った。手術は成功し、山崎選手は麻酔から覚めると執刀した医師から野球を続けられることを告げられた。さらに手術の翌日に催された第80回選抜大会の開会式には、兄が聖望学園高校の選手として参加。山崎選手もその日のうちにベッドの上で腹筋を開始した。手術からおよそ1週間後に退院へ至った。日大三高へ進学すると、地元の病院で定期検診を受けながら、兄に続いて3年の時の春に選抜大会へ出場。手術からちょうど2年後となる2010年3月21日には、夢であった甲子園のマウンドに登板し、山形中央高校戦に勝利した。甲子園のマウンドに立って空を見上げた時、ああ神様っているんだなと思ったそうだ。明治大学進学後のリーグ戦では、1年の秋季に初出場を果たすと、2年の春季から先発ローテーションの一角を担った。3年時には春季に6勝、秋季に5勝を挙げてチームのリーグ優勝に貢献し、2期連続でリーグのベストナインに選ばれた。オリックスからのドラフト指名当日に TBS 系列で放送されたドラフト緊急生特番お母さんありがとうでは、山崎選手や家族に対する密着取材をもとに、脳腫瘍の判明から寛解に至るまでの経緯が紹介された。オリックス入団後の2017年9月に阪神タイガースの横田慎太郎選手が脳腫瘍の発症を公表した直後には、横田選手に対して、いつかセパ交流戦か日本シリーズで戦いたいです、リハビリは大変だと思うけど頑張ってほしいというエールを送っている。2016年、京都府八幡市の桜小学校5年1組で夢先生になった。ユニフォーム姿で子供たちの前に現れると、第一声はさっちゃん先生と呼んでくださいだった。授業では自身の体験した脳腫瘍の話を子供たちに展開し、夢を諦めずに頑張ることの大事さを伝えたが、子供たちからは長い長い拍手が起こった。2023年9月対ソフトバンク戦で10勝目をマーク。これに対して2軍監督時代の2019年に付きっきりで指導し、花開くことを願ってきた中島聡監督は、初めてというのがおかしいぐらいの投手、本当にそのくらい勝っておかしくない投手とにんまりだった。 TBS ジョブチューンに出演。2021年、首位を長きにわたって快走しながら最終的には2位に終わった阪神の秋山選手が、関西テレビ各局が前半戦から早くも優勝へ向けた特番を放送したことにびっくりしました。選手は、優勝できなかったらテレビ局どうするんだろうって余計なプレッシャーはありましたなどと、まずはぶっちゃけた。25年ぶりに2021年シーズンのパリーグ優勝を果たしたオリックスの山崎選手は、この流れで特番について聞かれると、オリックスは全くなかったですねと苦笑い。うちがどんな劇的な勝利しても、阪神が負けても一面になっちゃう、結構悔しいと冗談交じりにぶっちゃけた。だが本当に誰にもバレないので、堂々と犬の散歩ができるっていう利点がありますと明かし、どこ行ってもバレないですときっぱり。山崎選手が食事とかお店とかにすごい野球選手とかのサインも置いてあるんですけど、一度も求められたことがないと続けると、お笑いコンビバナナマンの設楽満さんからは、それはそれで寂しいところはありますねと同情の声も上がっていた。
山崎選手の母は、山崎選手がオリックスバファローズへ入団後初となるキャンプ地宮崎に見学に訪れたことがあり、その際埼玉県の実家から山崎選手の好物の甘酒を持参。この甘酒には疲労回復にも効果があり、ラッキーセブンにちなんでと七冠を差し入れたようだ。山崎選手は2018年に一般女性と結婚したが、過去に元乃木坂46の江藤美沙さんや源田壮亮選手との三角関係が噂された。2019年に江藤さんは乃木坂を卒業し、埼玉西武ライオンズの源田選手と交際をスタート。江藤さんはインスタ内で源田選手との交際を報告したが、報告の翌日にあった西武対オリックスとの試合で源田選手は山崎選手から右手首にデッドボールを被打。源田選手はその試合まで入団以来連続フルイニング出場や連続試合出場の記録が続いていたこともあり、交際報告の翌日に負傷したことで江藤さんに批判が集中。しかしその後そんな批判も乗り越えて2019年10月に江藤さんと源田選手は結婚した。投手コーチ兼任時代の能見選手が一番厳しくしたのが山崎選手。理由はもったいないものがすごくあったのと、このピッチャーがこれしか勝ってないのっていうぐらいもったいない部分があったから。プライベートの話もしたかったが、野球のことで言いたいことが山ほどあり、そこで全部終わってしまったらしい。2023年オールスターに初出場し、ソフトバンク柳田選手に5割近く打たれている理由を柳田選手本人に確認すると、たまたま調子が上がっただけと優しいリアクション。これに対し能見選手は絶対に嘘だからと反応した。2023年10勝をマークした際のヒーローインタビューの時、若月健也選手に感謝の気持ちを込めて何かプレゼントしたいと言っていたが、本当に若月選手の誕生日に首からかけるバッグをプレゼントした。初勝利は2015年6月5日の中日ドラゴンズとの交流戦。山崎選手が先発し、現岸田守コーチ、平野啓司選手、現佐藤達也候補のリレーで勝利を飾っていた。2018年から背番号0を身につけた。オリックスの投手が0をつけるのは1991年の川端康弘氏以来27年ぶりだ。山崎選手はそれについて、そんなにプレッシャーとかはありません、心機一転プロ野球の歴史に名前を刻みますと前向きに笑った。人の苦しみに寄り添える心とポワーンとしている、天然と言われる愛される人柄をしている。山崎選手にじっと見つめられているかのような写真がファンのハートをわしづかみにしている。球団公式インスタグラムに公開されたスーツスタイルの1枚に、圧倒的なかっこよさと絶賛のコメントが並んでいる。前回には頭をポンポンされているかのようなアングルだったが、今回かは机に頬杖をつき、じっとこちらを見つめられているように感じるものとなっている。オリックスの中でもイケメンと名高い左腕の見つめられ写真にファンもかっこいい、かっこよいスーツスタイル、こんな見られたら照れます、かわいいですね、ごちそうさまです、万人受けする男前さんとメロメロになっている様子だった。球団公式 YouTube チャンネルが人気企画、カメラに向かって一言を公開。今回のテーマは山崎幸也ってどんな人。山本由伸選手は普段はただのイケメン、いつもありがとうございますと語ると、杉本裕太郎選手はかっこいいと可愛いを兼ね備えたスーパー選手と言いながらなぜか照れ笑い、山岡大輔選手はお兄ちゃん以上と言いながら爽やかに去っていった。2023年の織姫が選ぶバファローズの推しメンが決定し、山崎選手が4位にランクイン。ふしゃっとしたハニカミ笑顔が可愛い、エクボが国宝級、ロジンマウマウンド姿はアイドルのステージなどの声が寄せられた。女性ファンに人気のイベント織姫で開催日に活躍したのは2人の山崎だった。先発の山崎選手が5回3分の1を投げて3失点と試合を作った。後を受けた比嘉選手、阿部選手、ワゲスパック選手がそれぞれ無失点でバトンをつなぐと、4点リードの9回は織姫1位の山崎颯一郎選手が打者3人を完璧に封じて試合を締めた。2023年9月リーグ3連覇の原動力となったオリックスの山本由伸選手、山崎選手、山崎颯一郎選手の座談会が実現。今季の活躍ぶりを称え合い、お互いの羨ましい部分など軽妙な掛け合いに笑いが絶えなかった。山本選手をはじめ山崎選手、山崎颯一郎選手、山岡選手と山がつく投手が多いことを SNS 上でファンが指摘、球団が反応し、2022年6月にバファローズ山脈グッズが商品化された。2023年からは山下選手も加わり、タオル、キーホルダーなどが球団公式ショップで販売されている。現兵庫ブルーサンダーズ監督の父、秋広さんは元プロ野球選手。1979年に巨人からドラフト2位指名を受け、89年までファーストやキャッチャーとしてプレー。翌90年から日本ハムに移り、
93年から2004年までは2軍のコーチなどを務めていた。父の主戦場である鎌ヶ谷に山崎選手もよく遊びに行っていたという。父がブルペンにいたのでピッチングをずっと見ていました。武田久志さんや正代月さんが投げていましたね。選手のサインは全員からもらったと思いますと笑顔で話した。山崎選手の名が全国区となったのは高校3年の時に出場した選抜甲子園だった。エースとして5試合全てに登板しチームを準優勝に導いた。当時はストレートにまだ強さがなく変化球でかわしながら試合をまとめるタイプだった。たまたまではあるが、初戦で阪神1位の横山優也選手、準決勝で日本ハム1位の有原航平選手、決勝でソフトバンク5位の島袋洋介選手と2014年のドラフトで指名を受けた3人と投げ合っている。進路は日大三高。小倉監督のアドバイスもあり環境が整った明治大へ。バッティングにも定評があった山崎選手はできるところまでは打つのと投げるのと両方やりたいと二刀流を目標に入学した。ピッチャーの原点を見つめ直す一球があった。最終週の立教対戦、序盤のピンチで佐藤拓也選手に対して開き直ってインコースのストレートで勝負。この1球からリズムが良くなり9回1失点の好投につながった。やっぱり攻めていかなければいけないと実感しましたと振り返る。憧れのピッチャーはメジャーリーグで活躍するクレイトン・カーショー選手。190センチ102キロのメジャー屈指の左腕、150キロを超すストレートがあるわけではないが、縦割れのカーブとスライダーを武器に屈強なバッターを手玉に取っている。高校時代まではただでかい左ピッチャーが投げているだけ。それが大学に入ってフォームのことを考えるようになって技術的にも上がってきたので自信を持ってプロで勝負をしたいですと話した。山崎選手の似ている芸能人、俳優の磯村勇斗さん、俳優の菅田将暉さん。山崎選手が脳腫瘍患者の支援をしている団体へ当番イニングかける1万円に相当する114万円の寄付をすることが決まったと発表した。2022年はホスピス団体を中心に団体に足りない物資などを寄贈する予定。山崎選手は鶴見子どもホスピスを訪問した。森脇浩二監督がドラフト1位指名した明大の山崎選手にぞっこんだった。顔かわいいね、歯並びもいい、外見では非常に穏やかなんだけどとルックスに合格点を与えた。スター性があるかとの質問に感じるね、うちの投手では真原に次ぐかな、西よりも男前、ほんとかわいい顔、いいんじゃないかなと話した。2022年交流戦に向け打撃練習をした山崎選手。山崎選手は練習で軽々とスタンドインを披露。ファンはサチアンのスイングやっぱえぐい、サチさん一人だけレベルが違うと改めて腰を抜かしている。日大三高3年時には春の選抜で大会最多タイ記録の13安打を放った元安打製造機。プロで投手に専念しても打撃は錆びついていないようだ。山崎選手がナックルフォークを初披露した。神戸第二のブルペンで左腕が揺れますと予告して投げ込んだフォーク。中腰で受けていた杉本ブルペン捕手はおおっと驚きの声を上げた。垂直に落下する通常のフォークとは違う、ナックルのように揺れながら落ちる独特のフォークだ。人差し指と中指でボールを深く挟み込むため回転数が少なく揺れる軌道になる。好きな食べ物は焼肉、中でも神戸にある創作焼肉カルビ越えが行きつけ。店名の名付け親はかつてオリックスでプレーしたイチロー選手とあって、山崎選手をはじめナイン御用達のお店でもある。タンが好物で脂っこくなく、タレと塩にレモン汁もあり、しゃぶしゃぶもあるので飽きずに食べられるらしい。2016年大阪市交通局の一日駅長イベントに参加。女性比率が高く早い人は横浜から7時にはすでに来ていたそうだ。そのイベントの中で野球をしていなければ何をやっていたかという質問に対して、卓球が好きなので卓球選手を目指していたと回答。その場でエア卓球も見せてくれた。寮ではイチロー選手が使っていた部屋の隣だったそう。見てみたいけど部屋には鍵がかかっているので見れないと残念がっていた。2023年5月対ロッテ戦、3回、ワンアウト一塁で茶谷健太選手への3球目、外角へのチェンジアップにバットを当てられると打球は三塁線ギリギリに転がった。ヒットになればピンチになる場面でもあったため、山崎選手は三塁線の外に切れてくれと願うようにグラブでボールを仰ぐような姿を見せた。このプレーに SNS では微風を送ってファールにしようとしたの草、サチア選手可愛すぎて瀕死、パタパタするサチアさん可愛いな、可愛すぎてしばらくフリーズしてたなど反響を呼んだ。あだ名は福屋
イキリ、コフキ。山崎選手は2017年5月のロッテ戦で2回3分の2、4失点で降板。福田純一監督ら首脳陣の判断で試合中にもかかわらず規範を命じられた。球場からホテルに向かい着替えを済ませると新幹線で大阪へ。翌朝ファームの練習に合流した。一人での規範だったため切符も緑の窓口で自ら交換し新幹線に乗り込んだ。頭の中にはまた一軍で投げられるのだろうかという不安や悔しさで、批判してからもしばらくは前向きな気持ちになれなかった。2021年、 MBS アナウンサーの三津博史が軟式野球チームで野球教室の手伝いをしたことをインスタグラムに投稿。ゲストには25年ぶりに優勝を果たしたオリックスの山崎選手と宗佑磨選手、野球少年たちに熱心に指導する姿を見てみんなが2人のファンになって帰っていったらしい。2023年8月対日本ハム戦、1対0、オリックス1点のリードのままで迎えた6回表。日本ハムは先頭のマルティネス選手が、オリックス先発山崎選手が投じた初球を叩いてツーベースヒットとすると、続く4番清宮幸太郎選手のセカンドゴロの間にマルティネス選手は3塁へ。ワンアウト3塁と同点のチャンスとするも、ここで迎えた5番万波中正選手は3球目、真ん中低めのフォークにバットを止めるも当たり、これがバウンドして山崎選手の頭上を越えてセカンドゴンザレス選手の前へと転がる頃に、するとゴンザレス選手は素早く前進しながらこの打球を素手で抑えると、そのまま矢のようなスローイングで正確に捕手若月選手へ。三塁走者のマルティネス選手は果敢にホームをつくも間一髪でタッチアウトとなった。実は投球後、万波選手の打球に反応した山崎選手はすぐさま打球のバウンドに合わせてジャンプ。これは及ばなかったが、その後打球の行方を目で追う形で振り返った際にゴンザレス選手が捕球体勢に入っている姿が目に入ると、その後のバックホームを想定し送球の邪魔にならないよう素早くマウンド近くのグラウンドに腹ばいの姿勢に。結果としてゴンザレス選手の捕球送球の邪魔にならずに、このスーパープレーが完成するという形となった。オリックスの球団関係者からファンサービスをやんわり断る術を身につけてほしいと注意されるほどのサービス精神と甘いマスクを兼ね備え、女性ファンの支持を集めている。登場曲は2020年からビッグフミのライフを使用し、2023年開催のオリックス真夏のオリフェスにも出演した。2023年の FA 戦線で複数球団の編成担当がお買い得選手としてオリックスの山崎選手と若月健也選手の動向を注視、共に保証が不要な C ランクで埼玉出身であることから在京球団が特に関心を寄せている。というわけで今回は山崎選手の面白いエピソードを50個ご紹介しましたが、今後の躍進に期待したいと思います。このチャンネルではプロ野球の面白いエピソードをご紹介するので、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。